まず、僕の自己紹介っていうところから少し始めさせていただければなと思うんですけど、僕はライプツヒの大学、えっと、ドイツのライプツヒっていうところにいて、そこの大学でスポーツ科学っていうのを専攻しながら、今は RB ライプツヒのアカデミーでフィジカルコーチをやったり、あとはマッチクラブのアンダー14で監督をやったり、あとは日本人を相手にコーチングとかっていうことをさせていただいています。よろしくお願いします。そしたらじゃあ、 まず、ツコシさんから自己紹介を簡単にしていただければなと思います、はいはい、はじめまして、少コシと言います、えー。去年まで韓国のウルサンヒュンダイで、えー、5年間ですね5年間フィジカルコーチをやっていました。で今回はまあ今、去年の年末で c l 優勝して、でまあ、そのいいタイミングで韓国の方は終えて、今、日本に戻ってきているような状態です。 でこれまで、今、15年ぐらいですかね。15年ぐらい指導して、えー、最初はユースとか、ユースから小学生まで見て、その後、女子のチームと、あと、プロのチームで、日本と韓国と中国と、というような国で今、経験して、えー、やってきたような状態です。よろしくお願いします。 よろしくお願いします。しますそしたら樋口さん簡単にお願いします。はい、えー、皆さんはじめまして。あの知ってる方もいますけど、皆さんはじめまして。樋口大樹と言います、えー。僕は熊本県出身で、もとあのプロサッカー選手として、えー、タイに渡って、で10年プレ,プレーした後に、えー、コーチに、えー、移りました。で今は、えー、タイのニ部のカセザート FC というクラブで。 えー、まあ若い選手たちのこうまあ育成というかこうつ次のステップへのまあ手助けをしているところです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。そしたらじゃ結構いろいろ質問をいただいてるんですけど、まあ最初っていうところでそれぞれのあの二人になんでそのまあアジアに行ったのかまあアジアに行かけ くきっかけとかを聞けたらなと思うんですけどまずツコシさんからお願いしてもいいでしょうかはい僕は一番最初ですね多分東京ヴェルディにいた時にたまたまクラブの方にその中国のクラブからあの短期間のフィジカルコーチとして来てほしいってい依頼があってでそれでそれをきっかけに1回1ヶ月ぐらいですね1ヶ月ぐらい あの中国の2部のチームに指導に行って、でそのつながりから、えー、と中国のチームに行く機会があって、一、まあ、回日本に戻ってきたんですけど、また日本で指導しながら、あのこれもまあたまたまなんですけど、韓国のウルサンヒュンダイから、あの今、ジェフ千葉のユン・ジョンファン監督から、えー、とオファーをもらって行くようになりました。なので あまあ、きっかけというかそう、たまたまオファーをもらったということと、まあ、僕の中ではその、特に日本っていうこだわりもなかったので、そうもう10年ぐらい前に中国っていうのを聞いても、そんなに抵抗もなかったのであのすぐ行きたいですって言ってあの、そこが一番の最初のきっかけです。はい、ありがとうございます、はい、日口さんはどんなきっかけだったんですか はい、えっ、ー、と遡ると、あの日本で、まあ、プレーしていた時にこに戻るんですけど、あのぼさっきあのプロサッカー選手として、えー、プレーしていたっていうのはタイの話で、実は日本では僕はあのプロサッカー選手としてあのプレーしていなくて、ずっと JFL でアマチュア選手としてあのプレーしていました。で、福岡大学を卒業した後に、 当時 JFL のガイナルトットリーっていうクラブでに、えー、その当時まだあった JFL のゴール合同トライアウトを経てあのガイナルに,に加入したんですけどでその時の監督が、えー、タイ人の方で名前がビテヤさんっていう,あの言うんですけどで、まあ、その方にこう僕はあの影響を結構受けて でまあ、あるエピソードがその自分はサイドバックとしてプレーしているんですけど、まあ、なんかこう、ボール持った時にこに相手がプレッシャー来たらどうしたらいいかみたいな相談した時に、もう一言かわせよって言われてで、そんなこと言ってくれた指導者、今までなくてい,まいなくて、で僕はまあこそ,その言葉にこう衝撃を受けて、でもちろんそのサッカーの中でこうリスクを負うことを。 もうあの学んだんですけど、まあ、人生においてこうやっぱりこうリスクを負ってこう挑戦していくっていうのをうビターさんから学んで,であの残念ながら1年半で外野で鳥取は、まあ、離れることになるんですけどそのあと、えー、別のクラブに、えー、移ってで2年半ぐらいプレーした後にやっぱりこう自分はそのサッカーでこう飯食いたいと。で えまたそのビタヤさんの言葉がこう蘇みてやっぱりリスクを負ってこう挑戦していきたいなと思った時にまたこれもなんか偶然ビタヤさんからビタヤさんはタイに戻られてたんですけどビタヤさんからもう一度一緒に仕事がしたいということでまあ連絡をもらいでもうその時に僕の中にそのタイの情報一切なかったんですよゼロ今,今こう例えば チャナティープ、ティラトン、まあ、ティラシンなんか、あのーね、J リーグで活躍していて、まあ、多少そのタイリーグのこう認知度っていうのは日本の中でも上がってると思うんですけど、その当時もう一切なくて、で、でも僕はこの多分話に乗ればサッカーで飯食えるなっていう、まあ、それただそれだけで、もうあのフライトチケット取って渡ったっていうのが、 タイに出ていったきっかけです。なので、もともとその海外志向があったわけでもないし、あの、僕らの時、多分まだ海外に出ているあのサッカー選手も少なくて、まあそう、外に出ていける人たちって、本当にかごく限られた。何かこう、能力を持ってる人だけしかいけないものだと思ってたから、うん、なんか、こう、その選択肢はその時はなかったですね。はい。 そうだったんですね、まあ、でもそれこそお二方ともそれこそ未開の地にまあ何て言うんですかねどちらかというと可能性を感じてそっちに行かれたっていう感じだったと思うんですけどそこでやっぱうまくいかなかったりとか何か違うなと思って帰っちゃゃう人とかがいいるじゃないですかでもその一方でお二方とも今も残ってでこれからもアジアでって戦っていかれようとしてると思うんですけどな なぜそのキャリアを選ぶっていうか、何その選択肢を選ぶとかっていうのは理由としてどんなことがあるんですか少しさんからまたお願いできればなと、はい。僕は、まあ、学生時代ですね、学生時代、選手やってたときに、まあ、イギリスに9年、9年じゃない、9か月とか10か月いたことがあって、で、その後中国に指導行った時も、6か月、半年ぐらいなんですけど、 どっちも1年を通していなかったんですね。で、もう韓国行くっていう時に、まあ、3年はとりあえずやって、まあ、3週回るとだいたいその流れとかあと、まあ、チームのスタイルリーグのスタイルで、まあ、文化とかその人間的な部分まであの3年を絶対いようってまず行く時に決めてたんで、まあ、それで。 まあその後三3年後、まあ、4年5年ってなったんですけど一応最低限3年やろうっていうふうに決めていきました、はいそのまあ、3年っていうあとでその何ですか、はい、今もこれからアジアでそれこそ多分アジアでキャリアを、はい、まあ探してらっしゃるっていうことをお聞きしたんですけど先日、はい、そういったところへの理由とかっていうのは何かどういったものがあったんですか まあ、一つそのアジアっていうこだわりは別にないんですけど、うん、その現実的に考えた場合にあそんなに語学力を英語と、まあ、韓国語って考えたときにそこまでネイティブな人ほどしゃべれるないですしで、まあ、コーチフィジカルコーチという立場で例えばヨーロッパ えー、考えた時にヨーロッパの監督にがわざわざアジアの人材をしかも言葉もそこまで100%通じない人材を、まあ、なかなかそこは持ってくるのは難しいなって思って、まあ、本当に現実的にアジアにターゲットを置いた方がその日本サッカーっていうもののアジアの中で置かれている。 チームも含めて、まあ、可能性が一番あるなっていうところで今は現実的なところで考えてます。はい、その中で、はい、なので、であとはもうレベルですね、まあ。アジアチャンピオンズリーグを見た中で今のレベルを考えると、まあ、東アジアであれば日本、中国、韓国、でそして、まあ、タイとマレーシア、ベトナム。 で、西の方を考えるとイランで、カタール、サウジアラビア、UAE っていうところが、まあ、レベルと現実的に考えたときに、まあ、そこが候補なのかなっていうふうには思ってます。はい、ありがとうございます。ちょっとまた後ほどその辺についても詳しく聞けたらなと思います。はい。ひ、は、ぐ、い、さんの方はいかがですか、ね、はい。一つは、あの、 タイに渡ったときに、はいなんか、世界はひ、まあ、まず広いなと思ったんですよ。<お>でも、タイに渡ってそのクラブに入った瞬間、まあ、ブラジル人がいたりとか、そのクラ,クラブの中に外国人選手がもうすでにいるわけですよ。その中にまた外国人の指導者がいたりとか、また こう試合をした時にまた違う外国人たちがたくさんこう働いてるんですよクラブの中でうん、うん、での割にはなんか日本人少ねえなみたいなまず思ったの思ったのとで広いけどいや実は渡ってみたら近いなっていうなんか簡単に国越えれるなっていうのをまず、まあ、感じてうん、うん、でそこでまあ一つそのなんかうん 可能性というかそこまで具体的に何かその渡った時に自分がこれから何しようっていうのは考えてなかったというかまあプロサッカー選手として生き,生きていこうっていうことだけ考えてたんですけどまず渡った時にそのなんか広さと近さは感じましたね世界との。あ<ー>で。さで。もう一つはその選手としてプレーしている中まあ約8年ぐらい選手としてはプレーしたんですけどその。 アセアン僕はまあタイで ASEAN、東南アジアのまあ経済の発展とともに、やっぱりリーグもこう整備されてで、そのリーグ自体がこう盛り上がっていく背景をまあ見ているので、例えばその、えー、クラブに所属している外国人の,そのサラリーがどんどん上がっていっているとか、だからそういったものをふか、うん、踏まえて、やっぱりそのこれから。 アジアの時代が来るんじゃないかなっていうのを感じたのもありますね。で僕は2018年にあのプロサッカー選手としては引退したんですけどその時に、まあ、日本に帰るかタイに残るかっていう、まあ、2つの選択肢があってでやっぱりそのなんか自分の価値をど,どこで発揮できるかなというかなんかこう レア,レア感が、レアな存在がこれからこう価値を発揮していくんじゃないかなっていうのもあって、まあ、タイに残ってこれからこう、あの少し,さんお,っしゃおっしゃるようにこう、いろんなアジアの国でこうコーチとして、監督として活躍したいなっていうのがありますね。はい でもあれですよね、あのやっぱでも、少しさんも樋口さんもおっしゃってましたけど、やっぱり日本人っていうのは外国人じゃないですか。でそれこそ質問でも今回結構な数をいただいてたんですけど、その外国のチームの中で、そのまあ外国人の中に日本人として認められる、またまあ個人として認められるためになんか何が大事だなとか、逆に日本人として。 何が強みとして出せるなとかっていうのはどんなことを感じられてたりしますかはいでもあんまり <laughs> あんまり、はい、その特に日本人だからってまあ意識したことはなくてうん、うん、あのー、まあ何でしょうねその、まあ、文化も含めて食生活とかも含めてまあそこの入ったところのまあ従うというか まあ心の中では当然なんだこれって思ってたり何ですか不満みたいなものは当然いっぱいあるんですけどでもまあ基本的にはそ,のまあそういうものだって受け入れるっていう姿勢とまあそういうのを持ってあのやってましたね、はい、受け入れる姿勢ちなみに何かどんなのがこれ受け入れられないあなんだろう受け入れるのがすごいなんか 厳ししかかかかっったたこととかって何ありましたか例えばか韓国とかだったら、まあ、選手も今まで来られたスタッフとかも、はい、まあそもそも辛いものが食べれないのに韓国に来るっていう人がいて <laughs> そしたらそもそもそこをノーって言っちゃうともう全部アウトになるというかもう食事がまずそもそもできなくなっちゃうんで。 なんかその、なんですか、この食材ダメとかなって分かるんですけど、もう辛いものがダメって言ったら、もう全部をノーって言っちゃうようなもんなんで、だからまあそういうところはなんか感じますね。確かにそうですよね。文化への適応っていうのは本当にすごい大事ですよね。多分どこの国に行くとしても。だからその、選手とかを見てても、まあ僕も、 韓国にいてで同じチームで4人日本人の選手を経験してたんですね。あの初年度は増田チカ氏がいてその後阿部拓馬豊田洋平エスクデロット4人来てで、まあ、他のチームにも日本人選手は、まあ、ちらほらいてま交流する機会もあったんですけどやっぱりたまに半年で帰ってしまう選手とで 2年3年いる選手との差っていうのはやっぱりその受け入れるかどうかっていうところが一番やっぱ差になるなっていうのはすごい思います受け入れるかどうかはいだから日本でやってることがもう当たり前と思ってきた選手はやはり何か違うって感じたらなんでそうなのってなるし <laughs> でも、まあ、そういうもんだって何も食事も生活も でサッカーも練習も、まあ、全部あるものに対して受け入れるっていう、まあ、姿勢とか柔軟性とか適応力みたいなのがあれば、まあ、その差っていうのはすごいあの選手のなんていうんですか力の差というか、まあ、そこは感じますね。うん、はいお待たせしました樋口さん。そそれこそ選手としても結構 経験されて、今は多分指導者としてそういった選手の面倒を見ることもあると思うんですけど、はいどうお考えでしょうか。あのもう、星さん、全部あのあのの言っていただいたんですけど、<laughs> やっぱりその国のそのの国にの文化にこう適応するっていうことがやっぱりまずまず一,一番最初じゃないですかね。僕もやっぱり最初 そのタイに渡ったときにいろんなことにこう衝撃を受けて例えばまあ練習に遅刻する選手がいたりとかやっぱり基本的にこうなんかえ日本と勝手がまあ違うんですよ当たり前なんですけどそうでもそれをなんか自分の物差しでこう評価してしまうとやっぱり絶対うまくいかないなっていうのはやっぱり初年度に感じましたでそこで こう自分もいろいろ試行錯誤しながら、まあ、例えばどうや、どうやって人がまあ動いていく僕はたサイドバックだったんでこの選手はどうやったら戻ってくるかなとか,なんかこうど,どうやったら守備してくれるかなとかいろいろ自分の中でこう改善策というか、まあ、自分に矢印を向ける、まあ、相手は勝ってくれないから。 もう自分自分が変わるしかないっていう。でそういうことをこうまあ、繰り返して,して、なんか気づいたら10年ぐらい経ってたっていう、そんな <laughs> タイでの人生なんですけど、でも、まあ、はい、あの少しさおっしゃったように、やっぱり残,残っている選手、長くこうタイ,でプレーしタイでプレーしている日本人選手っていうのは、やっぱり技術とか、もちろんその技術とか、うん、その。 戦術理解度とかそういったことももちろんなんですけど。